はーい、皆さんこんにちは、のぶんです。信長の野望新生やってきましょう。さあ、前回はこちら、引き続き豊臣攻めでございます。で、なんとですね、相馬守胤がね、なくなってしまいまして、現在相馬家の当主は相馬義胤でございます。で、秀吉もなくなってしまったので、豊臣家の当主は現在こちら秀頼でございますね。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、豊臣の部隊がどん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 出てきているので、これをなんとかね、防いでいきたいですよね。さあ、行きましょう。はい、こちら、ニラヤマが落ちました。ナイス、出ました。ナイス、ナイス、ナイス。で、敵将捕獲了解で、この二人を投与できるかな。まあ、できないか。はい、じゃあ、解放してあげて。はい。さあ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 。ああ、で、当家こそ日の元に二つとなき武家です。天下平定を成し遂げましょう。はい。で、ああ、機内統一頑張ってくださいと。あ、今さら。あれ、前もそんなこと言ってなかったっけ。まあいいか。オッケー。でも、ちょっとな。いや。飯山城攻められてんのかい。で、春日山城はまあ大丈夫だと思うけど、いや、飯山城5万6千詰めてきてんのはやばいな。まあ、この辺が潮時か。まあ、一旦停戦しましょう。はーい。すいません、秀頼様。許してください。まあ、とりあえず、まあ、有利な条件で停戦できますね。オッケーオッケーオッケー。広告事情の領地返還。はい、じゃあ1年停戦しましょう。はい。ありがとうございます。すいません、調子乗っちゃって。さあ、みんな帰ろう帰ろう。いや、腰ひょろきっついな。よろしいですか。はい、豊臣家と停戦期日となりました。了解でございます。で、この1年の間にこちら政策ちょっと変えました。甲州ハット次第と旗本先手役をね、発令しております。これで騎馬レベルと部隊の防御力がちょっと上がりますね。で、お金もあるんで、じゃあ家宝も買っていこう。じゃあ同式安綱、はい、これと、あと、じゃあバージナルも買っておこうねー。これも買っておこうか。はい、オッケー、大人買いです。さあ、行きましょう行きましょう。で、名所発展、これは高徳院か、微妙だな。まあ、とりあえずじゃあ再建しておこう。いざ始めよう。さあ、では豊臣家引き続き攻めていきましょう。まあ、とりあえずこんぐらいいればいいやろう。じゃあ小諸城を攻めていきます。いくぞ、頑張れ、いってらっしゃい。で、いい加減ここ立山城もね、落としていきましょう。はい、いってらっしゃい。で、ちょっと前に本拠地もね、沼田から国峰城に変えております。いくぞー。で、やっぱり豊臣家85万で攻めてくる。もうどんだけ兵数おんね。で、立山城焼き打ち成功。ナイス。いやー、早くちょっと部隊集まってくんねえかな。合戦がしたい、合戦が。じゃあこう行こう。で、じゃあ吉種もじゃあこっち行こう。行くぞー。いや、来てる来てる来てる。大丈夫。よし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 。じゃあ4万はじゃあこのまま北上。これで大規模な合戦できんじゃねえかな。じゃあ大仙道、これはまあとりあえずやっておこうか。はい、まあなんとか金はある。さあ、で、吉田ね、どこ。我が分さあ、合戦できる。さあ、いけるけども、お、いいんじゃないですかね。策の戦いって言うんですかね。相馬吉田ね VS 大谷義継、お前がいるのか。さあ、行きましょう、勝負だ。さあ、大谷義継は強いよ。定数の財とか使ってくるからね。さあ、戦力は互角で、敵方には高橋これ虎、これ多分立花宗茂のことだな。さあ、行きましょう、勝負だ。行きます。はい、回転出品。これ虎だったかな、ちょっと名前ちょっとね、あのうろ覚え、声一旦ちょっとここはコブあえて取らせよう。で、そうですね、じゃあこう、はい、何をすれば。はい、どこい。あ、一応部隊数はうちの方が多いので、まあ、兵数もうちが多いか。オッケー。やりました。有利な戦いできんじゃね。さあ、一番槍は北条打ちてる。いいぞ。あー、で、お前ら何をしてる、何を休んでいる。行かなきゃダメじゃないか、バカチンが。歩みを進め、何でもかんでも私は指示しないといけないの。そういうのはね、自分でね、あ、考えて動くの。分かった。さあ、来いや。さあ、騎馬突撃とか。あー、そっちやばいよ、攻撃されちゃうよ。
まあ、とりあえずコブは取られた。力の差はありますね。いいね、そういうルートね。オッケーオッケー。おいくさ。ではじゃあこっち、コブ取っていこう。このなんかなんだろう、敵がコブを取った時にこう二手に分かれるか一方向でね行くのかっていう、こう違いって何なんだろうね。で打ちてる、挟まれとるかな。お指図を頂戴した。でじゃあこう、でじゃあこう行ってこやな。あ、抜けとるかな。びっくりした、気づいてよかった。敵を叩くぞ。さあ、でそこはイノシシ武者で鉄砲戦車。はい、いいぞ。でまず一旦じゃあこう下がって、でこっち3部隊いるのがちょっと多いな。じゃあ2部隊だけでいい。でそこせやと、よし、コブ取ったよ。おお、狙われとるよ。ここ敵を退けるぞ。そうですね、まあ、暇な部隊もいるので、どうしようかな。はい、まあ、とりあえずこっち行ってもらってさ、でこっちじゃあ下がってもらって、じゃあ大浦ためのぶはちょっとこっち行ってほしいかな。こいつを止めよう、後藤又部。後藤又部は強いよ。さあ休んで休んで、でまずは一部隊撃破。オッケー、血がつく。このまま押し切れましょう。でそこ取ったね、ナイス。オッケー、いいよ。で一旦休もう。はい、こ、要所へ急ぐ向かう。さあさあさあ、こっちも行けて、あ、休め休め、はい、我が武略を。さあ、でこれは誰。敵を撃ち払わん。はい、三河ソウル、お前か。長生きしてんな家康。僕と見るが良いわ。さあ、でこれ誰。はい、ケースのぞい、あー、包帯をすぐね、やばい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 、落ち着くのです、落ち着くのです。あー、きたちゃん、カバーしてあげて。で、誰これもう戦法もちょいな。福島雅則、まあ、みんな戦法はあるんですけど、こういうね、ムービーのついた戦法がね、なんかこう、ある人が多いですね、素晴らしい。で、どうか、じゃあ、はい、まあ、とりあえず、後藤又部を防いでる。で、こっちの方はじゃあ一旦下がろう。ルル、はい、で、最上義明、どうぞ。で、こっち、佐竹、吉重。はいはいはい。だが、ここにはこの男、はい、宇宙の故障がいるんじゃ。最上義明だ。で、ここはじゃあ、さあねー、こっち行こうか。で、沢田君、沢田がいる。共に勝ちを掴み取る。決死の心得、東堂高虎。東堂高虎もいます。どんだけ人材豊富なんですか。だー、表裏卑怯は卑怯だよ。そう、ちょっと行ってあげて。やばいやばいやばい。オッケー、村上武吉撤退。苦しいの、ごめんごめんごめん、聞いてなかったわ。はい、こっち吉田ね、はい、行ってあげて。畑吉重を見殺しにするな。大丈夫、いいかな。オッケーオッケー、よしよしよし。でこっちも下がろう。でじゃあこうしてこやな。はい、攻め立てる。でそうですね、じゃあこう行ってこう行こう。皆の者、まあ言うてもね、もう残り10敵は13部隊。我が戦闘もっと少ないような気がするけど。その身で確かめよう。じゃあこっち、ね、じゃあ下がれってば。下がりなさい、言うこと聞きなさい。力を今こそ見せる時ぞ。さあ、でこれで、さあ、後藤又部倒したかな。オッケーオッケー、よし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 。で、また混乱しとる、また混乱しとるよ。とりあえずじゃあこっちはオッケーだ。鬼にやつはもとさん、こっち来て助けて。さあ、壊滅。兵が疲弊してる。いや、でもコブを待ちなさい。コブを待つんだ。挟まれとるって、もうこの戦闘に挟まれてますよ。こっちはあ、はい、入ってるか。はいはいはい、ここね、いいよ。で、お次は、うん、まあまあまあ、よし、来たげー、よしよしよし、あー、はい、コブ。さあ、元気出せ。もう一踏ん張りや。あと一部隊潰せれば、ここで終わったかな。オッケー、よーし。合戦は勝てるんだよな。ただね、向こうの兵の数があまりに多すぎて、どん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 兵が出てくるから、もう防ぎきれねえんだ。さあ、これ、威風強が発生します。うん、
風を、さあさあさあ、アガナを運べ。お、いいですね、よし。さあ、これでどうするの、お前ら。で、ここで上原城を取りましたね。ここは、この名所、諏訪大社があるのがでかいですね。オッケーオッケー、ナイス。無念にございます。あー、来たちゃーん。城攻めは得意といたすと。で、じゃあ、こっち行くか。はい、さあ、合戦やろうぜ。はい、こちら立山城落ちました。ナイス、オッケー。はい、勢力目標関東統一達成しました。やったー、オッケー、ナイス、お疲れ、よう頑張った。はい、戦国権兵衛引き抜きました。ナイス、オッケー、ようこそ。さあ、で、めちゃめちゃ来てるよ、大丈夫。さあ、だが恐れることはね。さあ、なんとか合戦でね、拠点たくさん取りてえな。で、高東城はどう？まあ、落とせそうな感じはする。で、あ、秀頼様直々に来てんじゃん、すげえ。で、とりあえずちょっとこっち側の方に兵を集中させよう。はい、ご命令。こう、で、こう、あ、なんだったら、こっち、こっちの舞台引いていいか。はい、いざ。で、この辺を決戦場にしよう。さあ、どうする。ようやく落としましたな。さあ、深城落としましたな。アイスでかいね。さあ、敵将捕獲で、この方投与。あー、ダメ。はい、解放。よし、オッケーオッケー、ナイスナイス、でかいでかい。まあ、これで春日山城相当攻めにくくなると思ったら、今気づいた、やばい、こっちやばいな、すごいことになってる。で、上原城にて一気でございます。大丈夫か。で、合戦いける。戦の始まりだ。やってやるか、行きましょう。はい、いやー、ちょっと読めない地名でございます、ごめん。相馬義実バーサス豊臣秀頼。お、大名対決じゃん。いや、素晴らしい。いや、二世同士頑張っていこうね。さあ、戦力は互角で、本田戦ってまだ生きてんのこいつ、いやだな。行きます。はい、回戦出発。我が部。さあ、あ、いきなりなんかぶっ飛ばしてるやつがいる。そして天下に向こうね、そう、舞台数が少ない分、一舞台あたりの数が多いんだよな。えぐいね。とりあえずこう、で、こう行って、で、なんとか高台を早めに取ってほしい。で、こう行って、で、こっちこうで、で、ここでこうかな。こう、はい。で、こっちちょっとこんな感じ。はい。さあ、頼むわ。さあ、まずは、まずは。まずはここが大事やな。さあ、ですやつ、はい、ナイス。いや、本田戦かつ、怖え。で、こっちの舞台も来てる。じゃあ、やっぱこっち来てほしいな。はい。オッケー。さあ、一番やには、はい、松平秀康。で、とりあえず矢を打ちまくろう。はい、矢打ちまくってください。で、こうですね。よしよし、いよいよ、よし、は、橋が通じてる、ナイス。さあ、撃て撃て撃て、できるだけ削れ、頼む。じゃあこう。で、伊達重田に来てる。もういい加減打ちきなさい、君は。お前はこっち、撃て撃て撃て。めちゃくちゃ削れてる。すごい、えぐい、えぐい溶け方してる。いや、ここはちょっと変えるしかないか。いや、長くは持たねえ、これ。頑張れ頑張れ、よし、ヒリアス、倒す。で、こっち、よし、伊達重田に撃破、OK。えぐいて、で、こっち、ちょっとこっち、2舞台で撃って、頼む。さあ、さあ、加勢だ。よし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 、もう1舞台撃破、モニター兵。いよいよ、OK、OK、よし。で、もこれ誰、城代が来た。城代、舐めてんのか。さあ、で、こっち。で、ちょっとこっちがやばいな。本田忠勝のあれが怖い。トンボ切りね。はい、じゃあこっちちょっと縦回って、はい、で、こっちはじゃあ変わっていいよ。はい、変わろう。はい、どこ来たー、やっぱり来たー。はい、トンボ切りです。やん、まあ、いや、きついな、でもやっぱり。さあ、頑張れ。一旦下がるか、ちょっと無理だ。こっちもじゃあこう一旦前。さあ、で、よしよしよし、こっち倒した、ナイス、いいぞ。赤瀬照澄撃破、寄ってきておる。さあ、上代撃破、大丈夫かしらね。
で、こっち頼むわ。で、そのチャンス、オッケー。美しい貸し方、被害結構抑えられたね。さすが高台。いや、ナイスナイス。いや、もう減少兵力全然違うもんな。どうだ秀頼、参ったか。相手を選ぶんだな。さあ行く。宙が発生しますね。音に来て、さあ我らの勝利。まあ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 、でも一拠点か。一拠点はしょっぱいな。さあということで今回はここまでにしていきましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ベテでした。さよならー。